どうもこんにちは、ナッチでございます。今回はヨルムンガンドでセラフィスでございます。ちょっとね、ヨルムンガンドキパレ使ってみようかなと思って、やっぱ貴族性の全パラメータ上昇、ほんの少しね上昇するみたいなんで、木でやってみようということですね。運営さんね、もう少し倍率上げていただけると助かるんですけどね。まあ、3.5 倍強いんですけど、お邪魔4個、お邪魔つなげて 3.5 っていうのがきついんですよね。おかしいだろ。おかしいだろ、突然。なんでこんなにいるんだよ。いいね、いいね、いいね。キラーいいね。キラー借りるわ。よし、これで行ってみたいと思います。コンセプトとしては、ひたすら耐久して、ハヌマーンのね、このエメラルドと、エメラルドと、ヨルムンガンドとアルゲディ貯めて、ブッダを捨てパーティーです。で、今、木の列が作られた上にお邪魔が作られたんで、すごい1階から相性がいいですね。倍率出ないんだ、3つじゃ。4つからか。これ、まずくない？早速まずいよね。ハヌマーンかといって使いたくないし、耐えれるんですかね。貴族性のそのほんの少しの上昇で殴るしかない。とりあえずこいつぐらいならなんとか。危ない、本当に危ない。ここはじゃあなんとかこれで頑張っていこうか。でどっちかっていうと列パなんで、列をね組んでいきたいね。列がね6個の7、8、9、10、10、12個あるんで、なかなか優秀ですよ。ヨルムンガンドやべえな、相変わらず。なんだろうな、この、オデドラを使っ、オデドラの方がもう火力出るもんね。あいつだって乱翼型にしろ、ね、火力上がりましたから、9倍ぐらいまで。こいつお邪魔つなげないとね、1.2 ぐらいなんでね。あの、水が強いな。で、今回キラーを刺す場所はあるのかと聞かれますと、正直怪しいです。回復も神もいないもんね、確かね。よし。まあでも、確かに、今後このキラーで暴力をするってパーティーはありかもしれませんね。じゃ、こいつはなんとか、ヨルムン&アルゲディで倒したい。どっちとも列を組めばいいと思います。お邪魔少し取っておきましょう。ただ4つないなら意味がないもんな。これで火力がまあこんなもんですよね。こいつぐらいなら倒せるって火力なんで、やっぱりエメラルドは必須かなと思います。2ターン耐久します。本当はヨルムンガンドってもっと迫力あるキャラクターなんですよ。こう海を飲み込むようなね、神々をこう食らい尽くすという恐ろしいキャラクターのはず。だフェンディルとかすごいね、ラグナロクっぽいんですよ。火力としては。だけど、ヨルムンガンドさんはどうしてね、ここまで控えめになってしまったんでしょうかっていう感じですよね。やめてよ。貯めた割には強くなかったね。長えな、8ターンって。この次が、フォークロアか。フォークロアならとりあえずこいつら倒そう。そういえばこれも使っていいんだったね。ミカエル使ってさらにアルゲディ使うことによって、いい感じの盤面が作れます。土日ダンジョンプラス、お邪魔みたいな。またあいつでも耐久しないといけませんからね。で、フォークロアは円派なしで倒して、次の、なんだっけ、カッカブ。カッカブは絶対に円派が必要なんで、おそらくね。なので、カッカブだよな、本当に。こことカッカブ次第。ボスは正直殴り合えばいいから、カッカブくんをね、どうするかっていう問題なんですよ。ここはでも属性変わっちゃうからな。そっか、でもエンハンス2ターン持つのか。
4分の1かな、今の色にならないとしたら。よし来た、 OK、 行きましょう。ヨルムンガンド使いますからのミカエル君使います、そしてアルゲディは使わない。今回はそれでいいよね、使ったらまずいもんね。レッツ3いけるか、レッツ3でいこう。レッツ組んで、お邪魔のレッツ組んで、レッツ3でくたばっていただけませんか。キラーは刺さんないけど弱点ということもあっていけます。そしてブラックエナジーバリアが光吸収、光は消すんでいきますよ。ヨルムンからの、ミカエルからの、アルゲディからの、ハヌマーン。お邪魔少なくて危なかったねこれね。ちょっとビビりますよね。レッツ倒せないわけがない、こんなの。500万、ヨルムンガンド君、君ってやつは。ってカメオだよな、カメオがすごいんだよなこれな。はい、ということでどうしようかな。とりあえず15ターン耐久か、カメオ待ちですね。カメオちゃんが溜まれば僕らの勝ちなんではないかと。まあ、ロックも消えますし、そんなにこいつ強くなかったはずなんで、それまでに根性を消しておけばいいかなっていうことで。確か毒とかもね、毒じゃない、お邪魔とかも作ってくれたはず。お邪魔の目覚めだったかな、目覚めだった気もするけど、ジャミングがね、そう確かお邪魔の目覚めなんで、これでちょこちょこ削っていきましょう。このね、エネルギー装填が怖いんだよね。最大になったとかさ、突然言い出すしさ。何が最大なんやって感じなんですけど。ほら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 。何をしてくるんだって思うじゃん。そんな強くなかったりするんだよ、これが。せこない？せこない？そんなんあんの？勝てんじゃん。せっかくこのパーティーついに希望を見つけたのに。勝てんじゃん。あそこまで12分ちみちみ耐久したのに。どうやらランダムみたいですね。エネルギー装填しても、フルバーストしない場合もあるらしい。なんでさ、そんな運ゲーをしないといけないのかな。急いで、こうしてこうしてこうしてこう、まあ、ここはオーバーキルすぎるんだよな。もしかしたら普通にフレイヤーとかでもいいかもしれない。トロール組んで時間稼ぐのもありかもしれません。はい、こんにちは。こいつマジセコいんでね、逆に削っていくことを心がけていきたいんですけど、まあ減らないんで。
ちょっとずつ向かってるけど、怖いなぁ。こいつがだってフルチャージしてきたらね、もうそこで何か手を打つしかないんで、フルチャージしてきたらもう見返ると仮面を使うわ。来たか。ここで運ゲーは避けたいんで行きます。ミカエル使って仮面を使ってまず根性を消す。これが第一目標です。行きます。やばいよ。頼んます。貴属性のパラメーターがほんの少し上昇。激アツじゃんこれ。行くぜ行くぜ、倒すぜ。あ、使ったね。びっくりした。溜まってねえじゃんと思った2列はないものの、行きます。ついに僕は木染めのヨルムンガンドでセラフィスを倒30分。一回しか負けてないのに30分。最高やん。超楽しい。嬉しい。終わりかな、もうね。もういいじゃん。これ最終回だよ、本当に。頑張ってよ、かなり。ポークしかしてないから、後半。ねえ、セラフィスもさ、こいついつになったらくたばるんだみたいな。向こうもね、スキルダメみたいになってましたけど。いやー、大変だった。今日だって1時から撮り始めて4つぐらいでもう4時半ですからね。1時じゃない、3時から。1時間半かかってるんですね、ここまでね。大変だ。はい、ということで、いやー、ヨルムンガンドね、このパーティー、ちょっと今後頑張っていこうかな、使っていこうかな。ありだよね。全然耐久力あるし、まあ、今回みたいにね、ちょっと運ゲー3万だから3万5千ぐらいで受け切れる範囲だったら耐久可能なんで、今回みたいに4万とかあったらまずいんですけど、ハヌマンで一気に火力を上げてみたいな、このパーティーは割と使えるんではないかという新しい発見をいたしました。以上、ナッチでございました。バイバイ。